本日はメイさんがなぜかうちに鍋を持ってきて鍋をやるという意味わからない行動をしておりますが、うち、はい、で鍋やります。よっしゃ。多分普通の友人関係ではありえないと思います。人んちに鍋の上だけを持ってきて、はい、鍋をするっていう行為は、はい、でもこれは私たちは日常なのでおかしいんじゃないっていうところはないです。当たり前です。はい、じゃあ始めます。いただきます。いただきます。皿取ります。もやし入れます。どうぞ。本日はしゃぶしゃぶのつゆではないんですけど、しゃぶしゃぶにします。で、なぜここでやるかっていうと、はい、ここに捨てます。あ、いいね。楽です。いいね、いいね。こっちがなんか悪魔のスープで、はい、悪魔の肉鍋、うん、でこっちがキムチ鍋です。うまそう。いっかもうこれ決まったの2日前ぐらいで、鍋したくねみたいな。てかこれうちにあんだけど使えないみたいな。そうそう、2個のやつね。そう、なんか持ってくから鍋しよう、持ってくからって言って、まあいいよ、持ってから鍋しよう、オッケーオッケーっつって。下はあるからね、メイとエアが揚げて。そう、ブルーので、白滝必須って。白滝の量、キモいね。キモいよ。全部で30個ぐらいある。うまい、うまふげ。なんか今年最後の鍋になりそう。嘘、うん、全然やってない。今年、去年めっちゃやってたの。うちやってるよ。ママがね、土鍋を買ってくれたの、結婚祝いに。何々家の鍋みたいな、名前が入ってるやつ、名前入りで、だからそれでめっちゃやる。でもしゃぶしゃぶ最近やるかも、よく。うん、え、これいいね、2食食べれるの、うん、ね、これやってる。これ1回やった。1回てかさ、2人用にしてはちょっと多いよね、多分。え、わかる、このサイズで、うん、1人では絶対やらない。そうそうそう。いただきます。うまっ。うん、え、動くね、これ、うん、普通にうまいんだけど。うん、もやし生だけどいただきます。うん、おいしい。うん、うん、うま、うますぎる。おすすめ、これおすすめです。モルゲソ。でももうそろそろ もらなくなるかも。あ、なんか鍋の時期だからさ、スーパー行ってもさ、いっぱいあるじゃん、うん、モランボン、モランボン、もやしうまうめえだろ、うん。だからそう考えるとさ、ヘルシーだよね。うん、でもこれだってさ、このスープ、うん、言ってじゃない、カロリーとか。うん、全然たかが知れてんだよ、うん、わかるか。言ってだよ。食ってんのほぼ野菜、白滝。白滝って何言うてきてるの。こんにゃくだよ。うん、え、ママ、白滝ってこんにゃくだよね。はい、ほら、うま、生肉を触った箸でです。はい、気にしない、気にしてない。だってこうやって火、今ほら、今も火、ほら箸にも通ってるからね。今箸通らしてるから、火をこうやって、ほらほらほらね、ほら、もう大きい。わー、食わしてやりて、うまい。え、持ってくか。そうだね、鍋ごと、しなしなのやつね。鍋やろうぜって。怖いだろ。だって怖くないよ、お前人んちに鍋持ってきてんだから。怖くない、えー、でもメイ言って、あの高校生の時もやってて、人んちに鍋、あ、違う、ホットプレートだ。うん、ホットプレートたこ焼き器のやつ持ってきて。意味わからんって、招待しろ、いいよ。ここのまま、うん、鉄板を、うん、手持ち、しかも電車で。あ、やばい、ね、え、誰、マロをこっちに投入させたの。マロ開けっぱにしたでしょ。あっち行ってきなさい。え、今から来た、え、来た、はい、すごいな。美味しいね。うん、うますぎる。ロースと豚バラです。みんなも用意してるか。何食べてんの。ご飯を用意してみてくれと前回用意、あ、用意じゃない、言ったはずだ。用意してるか、用意してるか。ウランって言った。ウラン。マロは自由な女。もう夏に鍋ってあんましないの。しない、したことない。冬にアイスはすごい、ね、別にいいけどやっても、うん、ヘルシーだから、ね、絶対やった方がいいんだけど、やらんよね、暑いからは、うん、電車部は好きでも、あ、ごまだれで食べる、うんうん、今日めっちゃ顔むくんでる。え、思って、いや、ね、いつもと顔違う、寝すぎた、腹立つ。今日仕事あんない、メイメイ、夜。顔むくんでると何のやる気もくんだよ。でさ、むくんでんのにこんなんかも。またむくんで。仕事してみた。最近ね、ココがね、ご飯食べない。食べないって食べるけど、
すぐ飽きてどっか行っちゃう、うん、対策教えてください。教えて。でも変にちょくちょく食べさすと良くないかなって思ってて、1日3食 おやつ挟むぐらいがいいんだけど、長いのご飯の時間でも本当に 3,4 口食べたらどっか行き出すから、うん、どうしたい、どうしたらいいですか。ちょっと賢いわマロ。なんで、え、抜け方を覚えたらそこを抜けてくんのよ。賢いってマロ。マロ賢い。豚骨はこれ本当にラーメンみたいなんですよ、ね、しゃぶしゃぶっても結局鍋みたいになる。しゃぶしゃぶできない、全部ぶち込んじゃう最終的に。ただの鍋、うん、やっぱダイニングテーブル欲しい。ここに、ここじゃない、新しくお家作ったら、うん、もうすぐ出せるとこにテーブル欲しい、うん、ね、最近なキッチンでしかご飯食べてない。めんどくさすぎるよね、ドレッドとか。まずうち一人でここで食べるの。今度あれやろうと思ったの、キッチン焼肉。え、いいじゃん、フライパンをさ、そこで、うん、マジ楽だよ、やりたいの。本当に野菜とかも焼けるし、ね、うん、てかうちらいちご狩り行くの。そう、楽しみ楽しみ。しかも貸し切り、うん、ね、そこはわざわざ撮影のために貸し切りじゃなくて、そういうとこなの、1日1組限定みたいな。良くない、めっちゃね、うん、本当にだからちっちゃい子も連れてきていいよみたいなところ、うん、良くない、良くね、楽しみなんだけど。まあ貸し切りがちょっと高めかな、うん、1人5,000円とか、うん、貸し切り料と食べ放題料みたいな感じだと思うけど、超久々、ね、初めて。え、そうなの、うん、行ったことない。ねえ、見えた、2人で行ってます。どこは連れてこうかな、貸し切りの。あと行きたい人いますか。募る募る、貸し切りだから貸し切りなんで、コメント欄にうちらの良いとこをいっぱい書いてくれた人の中から抽選で、その貸し切りのいちごに、あの、行ったつもりになれる券をあげます。あと、なんか狩りをしたくて、うん、メイが果物狩り、そう、狩りをしたいので、それは家でやる。流行ったよね、一時期。うん、なんか洗濯バサミみたいな、そうそうそう、イチゴくっつけてさ、その方が面倒だよ。くっつける、くっつける作業が面倒だ。でもそれがしたいらしいからやります。てか、高級、そういう無駄なことをできる友達って大事じゃない、うん、わかる、ね、どうせ食うのに一回つける行為をしてくれる友達、そう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 、とかさ、おうち居酒屋とかさ、うんうんうん、普通無駄じゃん、うん、普通に食えばいいのに居酒屋風にするって、楽しめるって大事だよ、うん、その心も大事、そう、楽しめる心。そこで、なんかめんどくさくねとか言ってくんな、言ってくんな、なそれが楽しみでやってくからな、わかるか、暇なんだよこっちは。そう、暇つぶしさせろ。意味わかんない。なんで怒ってるの。高円寺行きたいの。高円寺の焼肉、そう、おすすめ聞いといたって送られてきて、え、それはプライベート撮影って言って確認します。そう、撮影だよ、撮影でした。そう、プライベートかと思ったのに。行ったことないから高円寺に、うん、てかメイ、いろんなとこに友達いるね。ちょっと思った、ね、なんか札幌にも友達いて、札幌でおすすめのなんかお寿司屋さんあるって聞いて、友達がおすすめしてたお寿司屋さんあるから行こうとか言って行ったんだけど、次高円寺に行くって、高円寺の友達に聞いた美味しい焼肉屋さんがあるからそこに行こうって誘われました。いるでしょ、いろんなところに。全国各地。え、他に どこにいる。え、他に熱海とか。ああ、福岡。ああ、すごいすごい、うん、あとまあ大阪。ああ、てかそこの友達っていうか上京してるそこの人、うんうん、出身がそこの人、ね、大学ってそういうのが多いからね。そうそうそう、いろんなとこから集まってるから。うちどこにいるかな。大阪。あ、大阪います、うん、で、まあ、福島で言ったら、まあ、名古屋、上田。そんな細かいとこはいいよ。え、福島で一島でいい。あと四つ倉とかにもいいかな。結構広範囲かも、いわき市だったら。いわきはいわきでいいよ。いわき市だったら広範囲、うん、でもやっぱ、うん、そこの地元の人とかは、うん、もう通なところを知ってるから、うん、はあはあ、めっちゃいいとこ聞ける。毎回聞いてるもんね、うん、行くとね。自分で調べるとさ、やっぱ違うじゃん、なんか王道なとこ、そうそうそう、ばっか出てくるとか、なんか広告とか出てくる、たまに。わかるよ、ね、PR すんな。いいからさせろ、 PR ぐらい な PR ぐらいさせろ、わかるか。モランボの企業の方、ぜひ私たちを起用してください。はい、美味しそうに食べます。ほら、美味しいし、ほら見ててね。うん、ほらね。てかさ、来てもいいと思うんだけどさ、うちだって食べ物系やったことなくない、ない、飲み物はあるけどさ、音楽福
ウラン、ね、ウラン早く言って、ラーメンとか食べるのに後楽園待ってますよ。マジで後楽園待ってる、本当にずっと言ってるよ、ま、マジ PR とかしなくていいから食べさせてニャム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 来ない来ない、絶対来ない、うちなりに食べ物の PR は来ないわこれは、ニャムニャムニャムあーおにゃ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 思うんだけどさ、キッチンさ火かけるところがさ、うん、見えるところがいいよね、うん、ハウスみたいな、そうそう、横の部屋見えないじゃん、うん、そこが見たいのに、じゃあめっちゃ遠いから、ちょっと前引いてもらっていい、はい、頑張れ頑張れ、こうしてウィーンってやればコカ・コーラ、コーラ飲みます、待ってますよ、待ってますよコカ・コーラしか飲まんプーマー来ない来ない来ない、絶対に来ない、ほぼ生だぞ、もうキャベツそうやってさ、近かった、うん、こっちがあれね、あ、ま、若いで、こうどん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 こう来るから、それを食べて、こっち高齢者、そう、高齢者、高齢者社会高齢化社会、うん、逆ピラミッド見つかすぐらい来てもいいと思うんだけどな、ね、それはマジで思ってる、めっちゃ使ってんじゃん、あるじゃないですか、もうないんですよ、もうこれは致命傷、この量なので、さらにもう一本、すごい、つけ汁酢にしよう、おかしくないからね、うん、もっと言うな、本当に美味しいから食べてんの誰も言ってないネガティブだうちら今日ネガティブ、ひな祭りなんかした、え、マジで何もしてない、忘れてた、当日動画上がって気づいたあ、今日ひな祭り、え、なんか言った、いや、まだできてないから今日ひな祭りご飯作る、いなかったからさ、あ、そっか、こっちに何するの、あれなんか調べて、赤ちゃんの1歳ぐらいのひな祭りご飯みたいな、うん、じゃがいもふかしたやつに1個ケチャップ1個青のり1個そのままのやつを丸めて串刺して団子作ってたの、かわいくない、食べるか分かんないけど、じゃがいもで作る団子と、あとご飯丸めた上にきゅうりと人参とあとあれをこう丸いやつの上に1個ずつこう乗せてお寿司みたいにするやつを作ろうかなと、もう考える人すごいよね、いつもマジでもうそういうのばっか見て作ってます、すごい、私が離乳食のアカウントめっちゃフォローしてんだけど、TikTok とかインスタも、フォローじゃない見てるのね、こう離乳食って調べて出てくるから、うちら TikTok 子さんだから、え、マジで子さんだね、超流行ったからって、うん、アリゴリズム体操会じゃない、 TikTok なんちゃらみたいな、キス顔チーみたいなのとかもやってたし、そうだよ、ね、5年前とかそうだよからやってる、だってさ、あの時まださ通常の速度で撮るの流行ってなかったよ、うん、全部2倍、そうそうそう、だから撮る時はめっちゃ遅い、そうなのに今やもう本格的ダンスみたいな、やめてほしい、いや本格的ダンスできねえ、ま、でもマジで分かる、ね、上半身だけの人ができない、そうそうそう、うちは決まってんの、この人を見れば最新みたいな、まあ、まずメイじゃん、メイはリップシンクとかわからん、まあ、うちがやったらキモいわけキモいの、ちょっと淡い加工とか似合わないからそういうのはできないなって思うんだけど、あとはゆかちゃん、モカちゃん、さくらちゃん、ルナちゃん、アルナちゃん、そうそう、そこら辺を一旦検索する、全部フォローしてるけど、うん、一旦検索してなんか、あ、みんな踊ってるやつ踊ろうみたいなのとか、うん、ゆかちゃんは多分これ次流行るって言って載せて、うんうん、流行らしてんのお前やんって思うんだけど、うんうん、ゆかちゃんがやれば流行るからそれをやるみたいな、わ、うん、かるし、決まってくる、うちの中で、わかる、その人たちがやってればバズるみたいな、いや、まずうちさ踊るのが合わないからさ、踊るの、うん、あ、ご飯系とかもあげようと思って頑張って、うん、え、結構バズってたよね、食べ物はもうさ年齢も関係ないじゃん、見るのって、うん、みんな見る、コスメとかはやっぱり年代が決まってきたりとか、うん、女性に偏ったりとかするけど、うん、まあ、ご飯はみんなが食べるもんだし、うん、みんなが興味あるもんに近いじゃん、興味ない人見るよご飯にね、だからやっぱ検索が多いわけよ、もっぱんとか、うん、ラーメンとかだから、あの、自然と見られる回数が多くなる、うん、うちが見たいじゃなくてラーメンを見たい人が多かったりするからね、うん、クレオ、うちらの後輩、事務所の後輩にクレオっているんですけど、うん、そのクレオの動画を見てご飯始めようって、あ、そうなの、てか、うまそうすぎる、わかる、食べ方とか表情とか、ね、そうそうそう、食べてるものも、うん、だからあれ見てうち貝めっちゃ、牡蠣か、めっちゃ食いたくて、そうですよね、全然見る、いっぱい来ていいよ、
なんかファンの人がと思った。今ママ。ママの人。たまにいるもんね。撮影中に。こうやってさ、携帯に今なんかメモの一番大きいやつにこうやって見せてきたんだけど。たまにいる。なんか応援してますって書いてあるのかなと思ったら違かった。今言うのはそう。娘に向かって。じゃあ食いすぎ。スープこちら追加してもよろしいですか。はいどうぞ。失礼します。はい。いいね。いいね。ね今度やるとタコパするときさ、うん、アヒージョもやりたい。うん。タコパさ一通り終わったらさ、うん、みんな絶対飲むモードだから、うん、アヒージョやろう。いいね。エビとマシュマロと、あ間違った。なんだっけマッシュルーム。あーマッシュルームとピカいろいろ入れてオリーブオイルとニンニクで。いいね。なんか肉まんとかもあるよね、たこ焼き器で。なんかめっちゃ長いとこなんだけど、たこ焼き器レシピで肉まん、シューマイじゃなくて、うん、肉まん、ちっちゃい肉まんみたいな、このサイズのね。かわいい。かわいくない？そういうのをなんか楽しんでやってくれる人募集中、人大好き。こちら、高齢化社会、高齢化社会、高齢化社会、高齢化ゾーン、高齢化ゾーン、若者選挙に行こう。日本の、うん、あの平均年齢って、うん、上がってきてるの？今47歳だって。え？ちょっと前まで20とか30とか代だったのに。よし、バイもやばい。貢献しよう。メイも頑張って。メイ、三つ子はいける。三つ子いける、うん、余裕でいける。いや、産んでくれれば育てるから。あ、本当？任せて。これさ、なんか、ないでも言ってた。なんかわかんないけど。あ、違う。なこなこさん結婚したじゃないですか。おめでとう。おめでとうございます。それをもうリアルタイムで結婚したよみたいなここで LINE して、うん、よしメイも頑張るじゃあ子供を頑張んなきゃねって言ったら、うん子供欲しいみたいな、じゃあ子供産んでくれればうちが育てるからってOK 意味わかんないからOK もママって言った？ポコポコいるよポコ。なんだほらマロ一人でかわいそう。マロぼっちになっちゃったよね。外じゃない、マロで。マジじゃん、これ煮込んだやつそっち持ってって食べるから。待ってなさい、片付けるわ。わかったわ、わかったわ。待ってなさい。こっちはこうちょっと煮込んどくわ、くつくつ。ママが戻ってきたら再開するわ。プリーズチャンネル登録。ありがとう。ここに今からトトが来てマロが大暴走を始めます。暴れ狂います。気をつけピーピーは気をつけピー。画角調整してくれたの、目見えるようにね。そういえば昨日エアちゃんに会ったんですよ。そう、北海道のお土産を持っていきました。そしたらすごい喜んじゃってベリーダンス踊ってました。メイちゃんマロマロ。あ、かわいい。かわいい。似合っちゃってるじゃん。マロ。サザエさんち。サザエさんじゃん。幼稚園行くときかぶんだよ帽子。いい？かぶんないとね、わかんないから。ありがとうございますって言った今。言ったよね。ありがとうございますって言った。マカ。タタ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 。マシ。ポコもお昼寝しないと。あ、お昼寝なの？はい。あ、すごい口の中向かって。かわいい。乾杯。みんなと乾杯したの。はい、みなさん一緒に乾杯。今日はみんな晩酌はポコが付き合います。スナックポコ乾杯。来いレッツゴー。まだ行け、まだ行け、まだ行け。なんか疲れてるの、さすがにね。かわいい、出てる。やめて、まだ寄ってねえから、こっち。あ、来たんじゃない？来た。見て。
交換ぶっすっお前ぶりでぶっすっこのあマロあおかえりっておかえりしてマリカマリカいるあマロ来てるマロどうぞおかえり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 ねえほらマロがでかいマロがでかいここトト来たよ来たほらほらトト来たおかえりトトおかえりおかえりトチおかえりおかえりおかえり三姉妹ですみんな今日同じような色してからトトおかえりイカイカだよおそれおそれここおそれ動き遅いあ、自分でやってるのとっちゃんどうする？どうするマロがこの人どうしたらいい？ずっと走ってんのよ、さっきからでも、取られたトトのペットとっちゃん、今日は保湿多めでやってきたのでトゥリントゥリンです。かわいい。あの、新しい保湿のやつ出てたからおすすめする。オプション？うん、550円。あ、オッケーオッケー、うん、なんかやっぱ乾燥の時期になるからそうだね、まあ、合う合わないあったりするかもしれないけど、でも基本やっといた方がいいらしいわ。入れてもらうわ。うん、あとお風呂、うん、いいらしいわ。お風呂、お風呂、オッケーオッケー。入浴させてきたわ。あ、そうなんだ。シャワーだけじゃなくて入浴もしてきてるわ。注意してあげて。注意して、ほんとにねえ、マロ？ここスタート位置に転送のやめて。止まるからマロ落ち着けって。やめなさい。みんな追いやったここはマロの場所になった。マロが占領した。マロが来たいの。マロが占領した。じゃあバッパ来たからこっちはバッパに任せた。再会。トトが珍しく怒っている。本当に問題児だわ。うちの子もう本当になんでこんな顔むくんでんの。勘弁してくれる。12時間寝たからかな。うん、多分そう。寝すぎてんな。てか見て、めっちゃ可愛いマロの動画。ん？朝さ、起きた時、マロに挨拶した時の、うん、挨拶してるあなたも可愛い。めっちゃ可愛くないこれ、うん、顔はさ、そんななのに照れ隠ししてる。やば、可愛い。可愛いでしょ。そこはずっと、ね、ずっとモリ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 。ここが可愛いとか、ね、モリモリ尻尾。私のバセもさ、尻尾動かないからさ、尻尾でその、うん、表現してるワンちゃんを見たことなくて、うんうんうん、だトトとか嬉しいもん。トトオーケーだし、ね、そうそうそう。でもブーも尻尾ないから。でもブーも動くんじゃない。モリ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 でもさ、TikTok とか見ててさ、めっちゃ可愛い女の子流れてきてさ、うん、なんか09ラインとか書いてあるってさ、はぁ、09ラインうちのママ、72ラインえ72ライン。多分72の世代でライン使ってる。いないよね。TikTok それつけて投稿するの。あのプロフィールのとこに72ライン。つまんな72世代。インスタグラマーって書いてる。そうだよ。まあ第二の人生っていうものがあるか。でもメイもそれ楽しみ。ちょっと今から。え、何人で TikTok で00ライブってやるの。例えば、まあ、うん、人生設計で言うと、うん、まあ、子供が生まれて、うん、子供を育て終わった後が、うん、第二の人生かなって。ああ、育児が一旦終わった時ね。何しようって思ってる。何する。うん、でも習い事したい。ああ。とかパートとかしたい。なんかしてみたい。
絶対やれないよ経験ないからさ。バイトとかね、バイトちょっとやって半年ぐらいやってた、うん、か、うん、みんなでカフェ営もう。いいね、ひっそりと。わかる。そう、有名店とかじゃなくて、もう地元の人しか来ないよ。ああ、の営みたい。予約必須ね有名店じゃないけど、そう、予約必須、予約必須。もう予約3年後まで埋まってるそれよくない？うん、月1系のんびり暮らしたいもん。だから、うん、儲けとかは考えないで、そう、楽しみだよね。そうそう、楽しみとしてやる、うん、多分金は持ってるからで、ちょっと老後に家買っといて家賃収入得よう。あ、そうしよう。おばあちゃんになって、うちらね、経営するマンション。あ、マンションね、うん、よくない？よくない？でさ、管理人とか絶対向いてると思うんだよね、うん、誰とも喋んなくていいし。あ、そうそうそう、2年契約で、そうそうそう、2年経ったら出なきゃいけないマンションにすれば、もうジングリジングリ、うんうん、よくない？いい、あるから。家賃収入よ。いいよ、マンション買いな。マンション買おう、うん、不動産元、うん、そういうとこからもう考えていかないと、人生は。老後考えないと。働ける時に働いて、そのお金で買っとけばいいのよ。そう、体力って有限だから。うん、大人になったら今みたいに動けないでしょ。そうだよ。でも心は若い方がいい、うん、けどやっぱついていかないのよ、体がね。そうなの。私もバレエできると思ってやったら、ちょっとちびっちゃったもんちびっちゃった、ちびっちゃった、ちびったの。うん、とか、あれなんか股関節おかしいと思って、股関節外れたか、ちょっとなんかあれしちゃって、ずっとこう入れようと思って動いてたら、ポコって、え、怖っなったの。だからちょっとずれてた。ダメだ、もう体力がない。そう、心はいけるって思ってるんだ、うん、10年もバレエやってたもんだから、できるわ私って思って、体がやっぱついていかない し、次の日全身筋肉痛。いや、なるよね。うん、あとな、脂っこいもの今のうちに食っとけ。本当にそう、マジで食えなくなる。びっくりするほど食べれない。そう、メイだってもう来てるもん。これあの、これってか日頃から、前までさ、ね、脂身とか大好きだったもん、ね、そうだよ。全然食べれなくなってきてる。やばくない？やばいでしょ。あの、焼肉とかもタンとハラミも別にいっぱい食べなくていい。え、そうそう、ちょっとでいいって。何、うん、あと野菜でいい、ね、そうで、冷麺食って終わり。そう、やばいでしょ。ご飯も食べないって、うん、焼肉の時。今まではもう大ライスないと不安なぐらい、もうバウンドさせて食ってたわけ、うん、もう焼いて食べて、で千枚刺し食べて、冷麺、そうそうそう、さっぱりしたくなってから挟むのよ、そういうの。そうするともうお腹いっぱいになっちゃったよ。もったいないよね、うん、食べ放題とか今のうちいっぱい行った方がいい。本当にそう、食べ放題元取れない。食べ放題って、うん、なんか元取ろうと必死になんな。はいなんかさ、食べ放題もさ、まあ元、なんか元の話をする人、うん、っているじゃん。なんか全然これ元取れないよ。それ原価安いよ、うん、それやめよう。うるさい、食べたいもん食べてんだから、うん、食べたいもんいっぱい食べたくて食べ放題行ってるから安くていいの。ポテト限界安いとか言うな。うめんだね。うますぎた。うますぎる。まあ、あともうちょっとやるかな、鍋。何回かある。うん、あると思う。メイは、なんか誰か来たらやるけど、うん、一人ではやんないかな。なんかさ、そうだね。全てさ、使い切れないじゃん、うん、一人だと。そうそうそう。2日目に残すのも、あれだから。そうそうそう。誰か来たらやります。はい。で、今月末はタコパ、プライベート。アヒージョもする。プライベートでやります。持ってきて。マロも。マロ。うん。マロたこ焼き器で焼いてみる。ウランの指とかちょうど良さそうじゃん。え、めっちゃいい。めっちゃいい。まあシークレットゲストで。エアの足の爪。ゲストにするの。結構エアの足の爪って伸びてるんですよ。そうそう、伸びてて。で。なんか隠すのね、恥ずかしそうに。そう、やめてよって。それを剥がして持ってくる。シークレットゲスト。ゲストね。うん。じゃあ、もう私たちお腹いっぱいなんで。はい。片付けますか。片付けよう。メイが今日鍋持って帰るからさ。そうなの。マジ白滝うまいね。でしょ？白滝大好きよ。まあ、マジ片付け楽。ほんと楽。最高これ。今から食べる企画ここでやろう。え、マジで一番いいね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。うわ、マジで家建てたい。家建てたい。うん、動線をもうマジ考えてる。玄関は広めにしたいのね。で、靴箱ももうなんかウォークインみたいな感じでバーって入れれるやつにして、そこになんかベビーカーとかも置けるスペースを置いとく、うん、で、入ってすぐもうパントリー。パントリーって
食材とかさ置いてくるとこだから配達してもらって、ね、ここまで運んでくるのが大変だから、うん、もう入れてもらったらそのままボンってもうのドリンクゾーンとかに入れてみたいと、あとそういうストックルームも近くに置いといて、トイレットペーパーとかティッシュとかも同じもうそこにもボンボンボンって置けるようにする。でそっからもうキッチン、あーいい、うちらはです。でお客さんが入る方もあるみたい。で1階に寝室、うちらのトトと一緒に寝たいから、トト2階に上げるのさ、階段登れないからにしてあげる。で水回りは1階で、上に朝日くんの部屋と子供たちの部屋、うん、でその寝室にうちのウォークインクローゼット、あーね、そう、裏のウォークインとかバカデカじゃないか、もう一部屋くださいって感じ。これあなたが本当に私の部屋くださいお願いします。なんかさ思うけどさ、ママの部屋ってないよね。ない、寝室ぐらい家にもないもん、ママの部屋だよね。だ寝てる部屋をさ、そうそうそう、あれだってお布団出してやってるわけじゃん、うん、でメインの部屋とさになっちゃうから、そうだよ、やっぱ子供に譲ってんのよ。優しすぎる。一人の部屋もないわ、ママ。メイがもし家作るなら、うん、あのメイ管理人の家の1階は全部メイの部屋。うん、1階なんだ、うん。上じゃなくて。上はちょっとだるいから、うん、もう1階。で、ゴキブリ対策徹底します。はい。なので、どんどんみんな入居してください。低層マンションにします。はい。やっぱり高層の意味もちゃんとあるんですけど、うん、いいところもね、うん、でもやっぱり低層の方がいい。低層いいやん、使い勝手もいいし、うん、1世帯あたり高いです。はい、世帯数少ないんで、やっぱそこはあのちゃんと取っていかないと運営できないので、うん、でもその代わり設備しっかりしてます。はい、メインのとこは3万取ります。はい、それはもうしょうがないと思ってください。もうメイ割り、そうメイ割りで3万、兄貴3万許して、メイも住んでるよ、一緒にこの塔にいるよっていう値段です。コーポメイアサミしかもコーポなんだなんかもっとさオシャンティーな名前あるよ、コーポ時代感じるんだけど、なんか絶対それテンションマンションなんて、テンションアパートコーポメイアサミ、コーポかカーサがいい。何カーサ、カーサって知らない、コーソ知らない、カーサなんとかたまにある、わかんない。そうだ、うち言われてたんだ、うん、ウランちゃんはあれが多い、あだからあれに注釈をつけてくださいでもさ編集してる人さ、ウランのあれ分かってないから多分うちしか分かんないから、確かに。でもあれで通じてると思って喋ってるから、あれがさ、あれがさ、そうそうそう、あれでみたいな喋っちゃうじゃん。でも頭の中でその喋ってる話題が分かってるから通じちゃってて、見てる人が分かんない。そうそうそう、ウランちゃんのあれ多いですって注意されました。サーザエさん、サーザエさん、サーザエさんは愉快なの、じゃんけんポンポン。ねえ本気でさ毎週じゃんけん勝ちに行ってる人いるからいるかも、統計って流して、ね、これの次は絶対これが来るみたいな、もしやってる人いたら教えてください。はい、というわけで本日はめいちゃんがやりたかった二色鍋をやってみました、はい、満足満足。はい、あの皆さんはね、ぜひ自分の家に招いて鍋を開くことをおすすめします。おすすめです。うちらは特殊なので、まあ、それが普通、うん、だからメイが鍋を持ってくることに対しても何も思わなかった、はい、けどまあ大塩さんはおもろいなって言ってました。その感性がおもろいなみたいな、それが普通になっちゃってるのもおもろいなっていうところだったんですけども、私たちはあの変に思っていません、うん、この状況をね。そうだから今後もありえます、はい、だからそこはくれまぐの普通なんだと思って見てください。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。皆さん、なんじゃもんじゃの、あの鼻でかちんちんの、あのガチャガチャが出ているので、もし見かけた方はぜひ情報提供お願いします。